キバナがいる。キバナがいる。キバナだ。お前らナイス。いやー、いい顔して笑いますね。この人懐っこい顔が良くないと思うんだよね、キバナって。なんか、別に、あ、キバナ的には大してどうにも思ってない女にもそんな懐っこい笑顔されたら、こっちって勘違いしちゃうからやめた方がいいと思う。いいと思う。そういうのやめた方がいいと思う。ダイマックスしたポケモンが何匹も暴れ回ってるんだ。なるほどね。願い星の力は悪用されているのですよ。はい。なるほどね。いや、垂れ目なのがずるいんだよな。私、垂れ目の釣り眉が好きだから、いや、ドンピシャなんだよな、顔面自体はドンピシャなんだけど、私は お前には落ちねって決めてっから。あ、まあ、お前らが来てくれたんだ。もう片付いたも同然だよな、わかる。そのために来たんだぞ。任せてください。片付けます。いや、私、キバナの前では謙虚な女の子でいたい。任せてください。すいません。いや、やばいな、俺ら最強チームじゃ、かわいい。ああ、かわいいよ。身長も高そうだよ。あ、特にネズ、トーナメントでのお前との準決勝、手こずらされたよな。なんか俺のダイマックスポケモンを封じてよ。いや、やめてよ。ちょっとなんだこいつ。相手のこともちゃんと褒めれるタイプのいい男じゃねえか。今回は仲間として手分けしますが、いや、ネズさんのこの陰の感じもいいな、本当に。陰キャと陽キャの対比だな、これ。一人一匹ずつおとなしくさせてくれ。頼むぞ。はぁ、いいですね。いいですね。何その笑い方、ずるいな。お前ら最高だよな。ほんと助かったぜ、やったぜ。え、一枚取るのこれ。一枚取ったの今。え、ネズさん今手振ってたの可愛くない？手ブレるじゃん。動かすなよ。手ブレるじゃん。え、なんだろう、ムービーだったのかな。なんで手振ったの。え、はい。なんでお前はそんなに人気になっちゃったの。なんで人気になっちゃったの。お前がマイナーキャラだったら私はお前を推してた。なんで君は王道に行ってしまったんだ。キバナ様、いつでもどこでプロポーズじゃん。プロポーズじゃんこれ。いや、いいな。でもネズさんも願い星悪用だっけ。お前らそれを調べてるんだろう。調べてます。ナックルスタジアムは俺様に任せて先を急ぎな。かっこいい。これさ、キバナの髪型ってどうなってるの。ツーブロ、やっぱりツーブロポニテなのかな、あれ。あ、スタジアム全部回れた。顔面600足。顔面600足だよ、ほんとに。あと、キバナの見ちゃおう。キバナの見ちゃおう。うわー、いや、もうガチ恋おるやん、後ろ。いや、ガチ恋めっちゃいる。後ろにガチ恋の女がめっちゃいる。やだ、これ。あー、やだな、これ。後ろにガチ恋の女めっちゃ映ってんじゃねえか。キバナ、お前、そういうとこだよ。そういうとこ。そういうとこ、ほんとに。ガチ恋の女何に映ってんだよ、そこに。なんだ、お前、ファンから手出すタイプじゃねえだろうな。いや、若いからな、若いからなんかしてそうだよな、キバナ。くそー、くそー、なんだこれ。自撮りを始めたきっかけは敗北の悔しさを忘れないようにするためだが、最近ではトレーニングやキバナのファッションなどアップの回数が増えており、そのせいかダンデに負けるとき、荒れてんだろうな、コメント。ダンデに負けた後のインスタとかのコメント、えぐいんだろうな。ちょっと、この世界の SNS の闇見ちゃったわ。炎上してんじゃん。確かに、ダンデに10連敗。だが、ダンデのポケモンを最も多く倒したポケモントレーナーでもある。ダンデを倒した瞬間の自撮りが待ち遠しい。なんかちょっと、かわいいとこ見せてきたな、このリーグカード。